はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4、続きやっていきます。んで、武器とかひとまず、整えて、おいて、またマーク4と、あと今、ショットガン、弾も補充して、あとスキルを、体力が増えるスキルに割り振ったので、左下のゲージが一つ増えました。そんくらいかな。で、今回はひとまずその山の集落に行って、人質を救出する。あれ？ステルスの必要かな？完全に、銃火器だけど、大丈夫かな？どこなんだろう、それは。山の集落？ここか。オッケー、ひとまず、ジップラインで行こう。よし。で、バギー乗って。ん？ハテナってなんだろう？ちょっと気になる。ここか？あ、ここなんか、この前電波塔じゃないや、これはベルタワーか。ベルタワーを解放したときに、発見した場所だっけ？キラの避難所か。スキル？おう、なんか、仏像が、あるけど、これって特に特別なものが、あるというわけでもないのかな？あ、なんかあるな。キラの導き。あ、アミータだ。お金。ここは後のイベントでなんかあるのかな？あ、前回のところまでが、もう一回録画ミスでプレイしたと言ったので、今回からはもう完全に初見です。よし。上の道に戻りたい。すっげえとこ登っていくな、これ。馬力がすごいな。ここは登っていけないか、降りちゃおうかな。さっきのバキンとこ行こう。あ、登れない。登れない。どっから下ってきたっけ？あれ？待って、カルマイベントまで起きてんだけど。あーああ、ちょっと、動物。さあ、マーク4の出番だ。プレイ！よいしょ。オッケー。傭兵トークンいただいとこうかな。ああ、わしは狩るんだ。じゃあいただこうかな。あ、取った。はいはいはい、傭兵トークンください。ありがとう。あんたは命の恩人だ。みんな死んだかと思った。あれ、くれたのかな。車いただいてよろしい？ちょっと車借ります。あー、ちょっと危ないね。ちょっと車借ります。
よし、こっち行く。ああ、敵がいるのか、やっぱ。笑い声が聞こえる。ああ、弓矢にすればよかったかな。あ、あれ？あれ人か？あ、人じゃない。あ、いるね。最低人質を、あ、いるね。人質。これは殺しちゃ多分人質がやられちゃうな。で、人質4人いるのか。あ、弓あった。ラッキー。あそこ一人しかいないからやっちゃおう。この野郎！よし。ちょっと周辺にまだ敵がいないか、索敵しよう。いた。あいつに死体を見られちゃまずいから。石ころ。ああ、まずいまずい。あっ！撃っちゃった！ドンパチだ！この野郎！あ、一人一人やられた。あ、もう一人やられた。すべての敵を倒してあ、ステルスプレイなんてできてない。よいしょかっこいいステルスプレイも全然できない。いや、二人無事じゃないこれこそ彼がゴールデンパスを創設した目的だ。ここに来たのは親父のためでも人助けでもない。お前の助けが必要だ。大活躍してくれたな。むしろ頼りすぎかもしれんが、ゴールデンパスに協力することがラクシュマナに通じる道だ。一緒にラクシュマナを見つけよう。分かった、サバル。人質交渉、二人決裂してるけど。AJ、アミータよ。サバルから基地の奪還ではなく人質救出を頼まれたのは知ってる。でもいいわ、あなたは新入りだし、サバルは口がうまいから。役目を果たしたかっただけだ。いいことだけど、対局を見てほしいの。基地への人員は用意できていたんだけど、おかげで救出された人質を守るのに戦士の配置をやり直さないといけない。守るって何が？デプルールよ。自分のものを奪われて嬉しいはずがないもの。わからない、AJ。最初の計画はもう破綻してる。デプルールが片付くには時間がかかるわ。その間に基地の敵兵たちが防備を固めてしまう。俺が行こうか。AJ、一人で基地を攻撃するのは自殺行為よ。援軍が到着するまで待って。やってみせるよ。AJ、ダメ。何が起こった？襲撃。ん？あれ？え、敵じゃないですか。あれ？あ、やめなさい。よし。こんなふうに、いきなり敵が来るか、こんなふうに。あ、ヒロシ。あ、聞こえてる。よろしい。聞いているか確かめたかったんだ。え、あ、それだけ？愛者の作るラクシの味が恋しいよ。なんか目的地すぐ向こうだから、徒歩で行けんじゃないかな。どこで行ってみよう。
で、バギーがあったから乗っていこう。フィールド上のいろんなところに乗り物が落ちてるな。あっつで回復よし、あ、基地を一掃しろってのは BF じゃないや、ファークライ3にもあったな。でもなんかもうすでに炎上してるけど、わあ結構いるな。でゾーゴン死んでるな。あー、すんげえいるな。こいつは難しいぞ、なかなか。ステルスプレイがこれまで全然できてないから、なおさら、難しいぞ。檻を壊して中の動物を出して混乱させる。あ、ゾウは今これ。あー、危ない。閉じ込められてるってことか。石ころとりあえず投げよう。振り向いてね。ん？あれ？どうした？あれか。ちょっとゾウに当たったらこれは意味がないな。ほっ。あれ。ほっ。行け。よし。あ、見つかる見つかる。やべえ、ゾウさん無双だ。強っ。うお。あいつもやっちゃえ。おお、お、なんだ？あ、あ、なるほど、なるほど。基地を解放で全部ゾウさんのおかげだけど。最初は人質、それに基地。人の話はよく聞いてないみたいだけど、これは認める。よくやってくれたわ。ああ、やるべきことだと思ったから。頼もしいじゃない。あなたが探してるのはどこ？ラクシュマナ？ああ、楽な道じゃないわ。北部はとっくにパガンに取られてて、南部の私たちは苦戦中。骨をまくって母さんと約束したんだ。彼女の遺言だ。考えて、AJ。 お母さんはあなたがここに姿を見せたらどうなるか分かっていたはずよ。モハンゲールの息子を戦争で荒れた生まれ故郷に帰ってこさせるなんて。石割は頭が良かった。あなたがここで私たちを手伝ったのは偶然じゃない。一緒に戦いましょう。ゴールデンパスに入れば間違いなくお母さんの遺言に応えることになる。ラクシュマナで散骨するだけじゃなくて、もっと大きなこともできる。本当に二人はゴールデンパスだったのか。そうよ。キラットを取り戻すことが目的だったの。これはお父さんとお母さんができなかったことをやり遂げるチャンス。じゃ、返事を待ってるからね。母さん、ここに残るみたいだ。お、アクト1完了。ってことはコープができるようになるのかな。あ、
その前にスキル。キラッとへようこそ。ここまでがプロログみたいな感じがするな、なんか。あ、R3 で敵にテイクダウンを仕掛けて、R2 を押して、すぐナイフを投げれる。これなんかキルゾーンシャドウホールにあったな、似たようなものが。これじゃあ覚えてみようかな。で、まだ1残ってるんだ。炎と爆発からのダメージが減少する。これ覚えよう。お、出た、コッププレイ。コッププレイが解除されました。近くの H アイコンを探して、ハークに会うと詳細の説明があります。ハーク。はいはい。ハークってすぐそこに、いるんじゃ。なんかすごいの乗ってんな。あの乗って人がいない。終わっちゃった。おい、それマジかよ。もう出番ないのかよ。誰だっけ。おい、騎兵隊だよ。クリント・イーストウッドみたいに助けに来てやったのに。ハークだ。噂は聞いてる。行く先々連戦連勝だってな。だから来たんだよ。俺らが手を組めば。ゴールデンパスなんて一コロだ。ぶちかましてやる。俺たちもゴールデンパスだ。あなたの言うことよくわかりません。あなたの言葉話せない。あの王立軍なんて一コロって言いたいんだよな。だって俺たちがゴールデンパスなんだから。え、本当？そういやこいつら俺がゴールデンパスって言うたびに変な顔してたよな。なるほど。オーケー。次の作戦、先制攻撃だ。いいな。用意したら俺たち呼んでパパッと駆けつけるぜ。俺とかゴールデンパス。ゴールデンパスの仲間がな。俺たちもはやすでに盟友だ。いいな。分かってんな。ほらパンチしろ。シャー。こんだけ上げてんのに勝てえな。まあいいや。ノロノロ運転でも目的地には着いた。そこは認めるぜ。じゃあまた会おうな。よし、行くぜゴールデンパス野郎。暴走族みたいな。コーププレイ。コーププレイをプレイするには十字キー下長押してホイールを開きます。はい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 、なるほど。あ、で傭兵トークンもちゃんとゲットしております。あれ、なんか面白いヘリコプターみたいなのあるな。じゃあもうこれはコーププレイができるということなのかな。なんか変なもの、変なアイテムをなんか今開いてるんだけど、マップを見てみよう。オッケー、じゃあコープできるっぽいので、次回から。じゃあ次回。さっきのハーグってやつが多分、コーププレイで呼んだフレンドの人が操作することになるのかな。まあ、もちろん呼ぶフレンドってのは、まあ、あの人しかいないんですけど、じゃあまあ、次回から、大本命の、ファークライ4コープ、やっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい。ご視聴ありがとうございました。